この本田はダイソーという意味でも切り札期待されている選手。ここは9回守備位置セカンドについています。一二塁間うまく打ちました。代打の毛井今日先頭バッターに出塁を許しています。中国がこれが2本目のヒット。古田さんはこの山口が果たす役割どんなところを期待してますか。まああのね、一番後ろは、ね、一応牧田が投げるということになっているんでね、はい、やはりその前で、特に左バッターのところで、ね、出ていくことはあると思うんですけど、はい、まあ、彼は、ね、左バッターも右バッターも強いんでね、はい、これもヒットだ。一塁間逆方向につないできました。一番バッターの西行左の中継ぎのスペシャリスト2人います。そして右では最年少の21歳広島カープの今村がいます、はい、そして抑えにこのチームでは回っているアンダースロー牧田空振り三振です。工藤さん最後のボールはどうでしょうか。あ、チェンジアップですね。はい、はい、抑えてるわけですからね。そうですよね。とこれは住谷がそらしています。それぞれ進塁ランナー三塁二塁ワンアウト。ここは工藤さんねビシッとこう締めていきたいですね、はい、そうですね今は、チェンジアップだったんですけどね、はい、進化というかだったんですけど、まあ、ちょっと引っかかってしまったという状態なんで、はい、ここでもう一球投げれるかですね。ワンバウンド、はい、あーっと弾いている三振です。バッターランナーも一塁に行く。1点入りました。中国1点そしてバッターランナーも一塁へ。山口が1点を取られました。9回の守り1点を失いました。さあ素晴らしさランナーはホームに帰ってくる。1つアウトを取りに行きます。2アウト目そして中国には2点目が入りました。5対2です。まあここはしっかり点差を考えて。そうですね、はい、はい。2アウト目取りました。連勝まであとアウト1つです。やっぱり山口君はやっぱり右バッターのインサイドに行ってこそのまあ外のまあツーシームであったりチェンジアップっていうところなんでね、はい、空振り三振。スペッチ日本代表侍ジャパン3連覇に向け2連勝スタート。2次ラウンド進出へ大きく大きく前進しました。5対2中田の先制弾そして5回の内川糸井のタイムリー。